そのお鍋に入ってる、まあ、ドロドロしたものがジャムの元になるんですけど、まあ、プラムなんでさっき食べていただいた種が入ってます。で今から皆さんにその種を取っていただきたいんですけれど、じゃあ種取るとき、まあ、土手とかね、身を握ってキュッてやると種取れますんで、洗って入れた。